right. Oh shit. Last time I left off, I died. So, yeah, I just got all the way to the end of the dungeon. Nothing really, no events happened. So, yeah. なんかこういうのも楽しいね。そう？ただ二人でダンジョンを歩いてるだけだよ。だってネプちゃんと二人でお出かけとか久しぶりだし。ああ、そういやそうかも。ほとんど毎日教会でダラダラゴロゴロしてたもんね。我ながら重度のダメ人間な気がしないでもないけど、気にしたら負けだと思ってる。だからこうやってお外で遊ぶのも楽しい。はあ。とか言いつつ大あくびですか。やっぱりお昼寝も好き。その意見には激しく同意だね。さっさとノーアルのとこ行って一眠りさせてもらわなきゃ。グーブルー、なになに、おーでっかいのが出てきたね。この辺りのボスかな。あたしたち当選棒されてる。そこはかとなくそんな気がするね。邪魔するんだ。私は早くお昼寝したいのに。まずい、ブルルンの眉がつり上がっちゃってる。説明しよう。普段は温厚でのほほんなブルルンだけど、お眠の時はさすがに機嫌が悪くなるのだ。私早くノワールちゃんのところに行きたいから。あまり長くは遊んであげられないわ。その分ハードに攻めてあげるわね。おお、モンスターがケオされている。さすがトエスペラル。って感心してる場合じゃないね。このプルルに対抗するためには私も、あまりあなたを変身させないようノワールからきつく頼まれているのだけど。言わなきゃわかんないわよ。それともわざわざ報告して叱られたいのかしら。ネプちゃんってばド M ね。ノワールは関係なしにあなたが変身すると私が被害を被るのよ。またまた、ちっちゃいネプちゃんはすっごいノリノリで付き合ってくれるじゃない。それはあの時の私は悪ノリが過ぎるというか少し頭が緩いというか。そんなことはどうでもいいの。重要なことじゃないわ。さあさっさと片付けて元に戻るわよ。はーい。真っ赤になっちゃってかわいい。油断はしない、本気で行くわ。どうしてあげようかしら。いい声で泣きなさい。ダメ、もう抑えが効かないわ。いつでも行けるわ。くらいなさい。ジャンピングアーツ、この程度やるじゃない。いつでも行けるわ。やっ、正面から切り込む。さて、どうしてあげようかしら。いい声で泣きなさい。体に叩き込んであげるわ。やるじゃない。やっ、やっ、ジャンピングアーツ。もう始めちゃっていいの。これがいいのかしら。私の番ね。いや、そこ燃えなさい。待ってました。どうやらしつけが必要みたいね。いつでも行けるわ。くらいなさい。ジャンピングアーツ、もう始めちゃっていいの。いけないかな。く
な攻撃。セリ正面から切り込む。この程度待ってました。どうやらしつけが必要みたいな。私の番ね。そこセリジャンピングアーツ。生意気ね。どうやらしつけが必要みたいね。こんな攻撃。いやセリジャンピングアーツ。どうしてあげようかしら。どうやらしつけが必要みたいね。いつでもいけるわ。もらった。いや正面から切り込む。さてどうしてあげようかしら。可愛がってあげるわ。ほらこれがいいでしょ。気持ちよかった。おしまい。ちょっと遊び足りないけど、はあ、今日のところはもういいわ。はにゃあら、ずいぶんと素直に戻ったのね。だって眠いし、はあ、お目目がしょぼしょぼしてきた。こんなところで寝てはダメよ。ラステーションまで我慢しなさい。あにゃ。じゃあおんぶ。ネプちゃんおんぶ。いや、私も元に戻るから。そしたら体格的にあなたを背負うのは無理だし。おんぶ。もう歩けない。仕方ないわね。さあ早く乗って。やったー。えへへ、ネプちゃん背中おっきい。まったく、実の妹にもこんなわがままを言われたことはないのに。Yeah, first time I did this, that battle, I died. Probably, most, it was because I didn't have enough HP, and I didn't have healing items, and I didn't have money, so, I bought some stamina bangles, and yeah, that helped a lot, so, yeah. Mm-hmm. Oh, no, no! どうしたっちょ?気持ち悪い声出して。もう相変わらず口が悪いわね。自分では魅力的なハスキーボイスだって思ってるのに。え、どうしたのよ一体。それがね、ラステーションとプラネテューヌの国境に置いといたモンスターが誰かにやられちゃったみたいで。誰かにって一体誰に。そんなもん女神に決まっとろうが。どっちの国の女神かは分からんがな。そんなダメじゃないですか。両国はあまり接触させないようにってあんな危ないモンスターを配置しておいたのに。あの程度のモンスターに女神どもの足止めが務まるものか。フルボッコにされておばはんが言うと説得力が違うっちゅね。私が負けたのは女神が卑怯にも3対1でかかってきたからだ。負け惜しみとは見苦しいっちょね。貴様は一人相手にやられただろうが。ふざけた口を叩くな。目クソ鼻クソだ。貴様らのような弱卒、七賢人の面汚しだ。なんだと。ねえもううるさいうるさい。喧嘩なら外でやんなさいよね。まあ大騒ぎするほどのことでもないわね。あの二国は仲良しさんなんだし、いずれこうなるってことくらい分かってたわよ。むしろどうして今まで行き来がなかったのか不思議なくらいだもの。
どうせ教会でダラダラゴロゴロしてたんでしょ、あのバカ女神は。私が何回か行った時もずっとお昼寝してたんだから、ありえないったらありゃしないわ。さすがに女神が何年もただゴロゴロしてただけとは思えないんですけど。もうその話はよかろう。とりあえず国境を越された件は適当に調べさせておくとして、それより今はこっち、ラステーションの急成長っぷりの話じゃ。しばらく生還を決め込んでおったが、正直この伸びっぷりは予想外じゃったな。だから俺様は反対だったんだ。建国時に叩き潰しておけば余計な手間もかからなかったものを。それについては同意だな。こんな無駄に時間をかけるやり方は気に食わん。おばはんが負けなければ、そもそもラステーションの女神は誕生してなかったっちょけどね。だから貴様が言うな。あのですけど、相対的にルイを弱体させるという作戦はうまくいってるわけで、一概にはその。そっちは確かにの。ルイの女神も最近は目に見えて焦り出しておるし。あら、そうなの。だったらもう一押ししておこうかしら。あの幼女女神の顔もしばらく見てないし。ま、どちらにしてもラステーションはそろそろ一度叩いておいた方がいいわよね。実は私、あの黒髪の女神ちゃんお気に入りなのよね。ついついいじめたくなっちゃうタイプっていうか。おい、抜け駆けは許さんぞ。俺様だって全然暴れ足りんというのに。あんたたちね、幼女相手にいじめるとか暴れるとか。いや、ラステーションの女神は幼女じゃないから問題ないわね。まあそう興奮なさらず、そのあたりのことも含めて今日は皆さんで話し合いようと。議長の貴様がオロオロしてるからその話し合いが進まないんだろうが。司会進行ぐらいしっかりやれ。聞いてるこっちがイライラしてくるっちょ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。